アン・イーガン・ウッディはアメリカ陸軍の元軍人。退役時の階級は陸軍大将であり、兵隊を担当する陸軍資材集団の司令官を務めていた。2008年6月23日、ブッシュ大統領により、ベンジャミン・エス・グリフィン元司令官の後任として上院に推薦され、同年7月23日に上院において承認された。その後、 2008年11月14日付で、ダンウッディは陸軍大将に昇格した。その結果、アメリカ軍史上初の女性大将となった。曽祖,祖父の代から軍人という軍人一家に育つ。1975年に、ニューヨーク州立大学コートランド校で、身体教育学に関する学士号を取得し、卒業後、陸軍に入隊。入隊後は、翌百七十六年から、 陸軍受品学校の基礎課程と基礎空定学校で学び、さらにその後、受品学校の上級課程と陸軍式幕僚大学も教育を受ける。また、1988年にはフロリダ工科大学でロジスティックスマネジメントの修士号を、1995年には陸軍産業大学で国家資源戦略に関する修士号を取得している。 実動部隊での経験としては、1991年の湾岸戦争の際、第82空挺師団の隊員として、サウジアラビアに駐留した経験を持っている。ありがとうございます。